はい、どうも、ロッチアです。はい、えーと、はい、こんばんはと。はい、もう今日はね、日付変わってすぐです。あの <laughs> 昨日なんかもう疲れて寝ちゃってたし、この多分その前も、ね、寝てはないんかな。ちょっとよくわかんないけど、あの、最近まあ何日かあの変な時間に寝ることが多くて、まあまあ忙しかったり、朝が変に早かったり、あと夜中とかに用事があったりとかで、まあまあ個人的な話なんだけどね。だから、まあそういう関係で、 なんか、あのー、寝不足だったり寝れなかったりみたいなんがあってその変な時間に寝ちゃうみたいなケースが多かったから、まあ、大体なんかあと朝方とかに朝っつっても4時前とか <laughs> そのぐらいの時間にラジオを撮ることが多かったんやけど今日はまあ普通に寝てないんでね <laughs> 今日何も疲れてないよね <laughs> ぶっちゃけ <laughs>。ななんならよく寝てるし <laughs> あのー、朝昼暇やったからずっと寝てたから、まあ、明日はちょっと朝早いんだけど明日って今日か今日はねえっ、ー、と祭日なんだけど11月3日でねな何の日だったか忘れたけどとりあえず祝日なんだけどちょっと朝朝っていうか、まあ、昼前ぐらいからちょっと用事があってうんまあ昼過ぎ夕方ぐらいかなまではちょっと用事があってでまあ明日も4日もうちょっといろいろと。 やらないといけないことがあったりとかしてちょっとめんどくさいんですよねまあでもそれ過ぎたらまた土日なんでねうん、まったりとしましょうっていう感じなんだけどねはいえー、と今日の6時から今日じゃないごめん昨日の6時夕方の6時にえっ、ー、と実写の動画をねアップさせてあのー、超ビレー 3D のね実写の 動画をね1本上げさせてもらいました。まあ再生は普通ですね。まあ今日平日なんでね。だけどまあまあ明日がさっきも言ったけど祝日,祝日なんでまあもうちょっとまあ一応ツイッターとかでリツイートし自分でセルフリツイートとかしてあのー、載せたやつをそれでまあ いいいいろんなな人に見ててもらえればいいかなっていう感じですね、まあ、特に内容はないっつってもいいんだけどまあその登録者がね300人を突破できたんでまあその動画を撮ってる時点ではまだ299だったんで今301ぐらいになってるんだけどまだその時点では超えてなかったんであの現時点ではまだ行ってないみたいなことを言ってるんだけど、あのー、動画をアップした時点ではもう300超えてたんで <laughs>、うんあのー、ありがたい嬉しい誤算みたいな感じなんだけどね。 まあまあそれもあって、タイトルとかサムネとかにあの300人記念みたいに書いてるんだけど、別に記念でもあれは後付けなんでね、正直。ちなみに、そこの概要欄、これじゃないよ、実写の動画の方の概要欄にも書いてるけど、次の目標は500人なんで、400は飛ばしちゃいます、中途半端なんで。 そんな感じなんで、これからもね、応援してほしいのと、登録をどんどんしてくださいっていうこと。偶然この動画に触れた人も、登録をしていってください。見なくていいことはないんだけど、最悪さ、気が向いた時だけでいいんで、よかったら見て、登録だけでもしといてほしいなっていう感じですね。えーと、今日は久しぶりにこれの箱のね、m エ h の なんだだけど、まあ、前,前いつだったっけ MH のこの多分ロザリアちゃんとかの話だよねあれ多分9月の頭とかだったと思うから1ヶ月2か月か2ヶ月ぐらいその触れてないんだけど m h ねまああんまり m h を最近その AVTuber 自体は他にもそのまあカラマジとかもそうなんだけどいろいろ。 その個人税とかも含めていろいろ出てるしその AV 業界であるとかあのひなちゅんねとかひなちゅんだけじゃなくて他の子とかもそうなんだけどあとあのギリギリのラインというかさそのグレーゾーンっていうんかなあの AV チューバーと V チューバーの境目ぐらいの子とかあの7点とかもそうだけどまあそういうぐらいの子とかもそうだし。 まあ、ね、いろんなこう俺も見てるけどまあいろんな箱がもう乱立してて AV チューバーだけでもねその V チューバーっていうことじゃなくてもう AV チューバーっていう狭いエリアの中で言ってもあの m h とかさっきも言ったけどあのカラマジとかだけじゃなくてもう本当にいろんな箱がまあ、大小含めて出てきてるんでまあ、俺もその見てることは見てるんだけどあのうん。 なんかだかだら特定の箱をどうのこうのってことはなかったんだけどな,なんかあのこの子はもあの最近見つけたとかではなくて、えー、っと多分1ヶ月か2ヶ月か前ぐらいに多分そのフォローはしてたよね Twitter の方であの YouTube の方も登録はしてたんよ気にはなってたんだけど別に AV チューバーの頃も何人もいて。 してるしその見てる子とか気になってる子っていうのはいっぱいいるんだけど俺も他にもねまだそのこういうラジオで紹介してない子でも気になってる子気に入ってる子っていうのはいっぱいいるんだけど、まあ、ただねそのだから全,全員が全員紹介するってのはもなかなか難しいんでねできてない部分もあったりするんだけどでこの子もそうだったよなんだけど、あのー、なんでこの子を今日,今日ね、あのー、語ろうと思ったかっていうともう純粋に。 あのタイトル性癖の塊」ってなってるけど本当に性癖であのー、前に多分違う子の時もそれ,それでにあの超ビレのねその太ももの写真みたいなんで性癖がどうのこうのみたいなこと言ってたんだけどあと誰だろうマイラ姉さんの時に指が性癖だとか言ったりとかなんか前あの定期的に性癖に刺さるみたいな話をしてると思うんだけどこの子がめちゃくちゃその。 そのスタイル的に、まあ、顔とかはもちろん出してないんだけど MH だからね、まあ、出してる子もまあ中にはいるんだろうけど俺が知ってる中ではあれなんだけど、まあ、ただこの子は出してないよねなんだけどえっ、ー、とーそのまあ胸とかうか、まあ、胸とかじゃないよね太もも <laughs> 足だねの、あのー、細さとかそんな感じ。あのー 俺さまあよくさ男でもさめっちゃムチムチのが好きなやつとかさいたりとかあとまあ細いのが好きなやつもいるだろうし足が長いのがいいとか背が低いのがいいとかいろいろあると思うんだけどあのねそこそこ俺は長い方が良くてでその細いのがいいっていうのもあるんだけどまあねちょっとムチっとしててもいいんだけどさあの長さは欲しいよね。そのな,なんていうかな あのもちろんね俺割とさ身長が高い女の人が好きなんだけどその,その中でもその足が長いのって結構、ね、性癖に刺さるからあの少々そのなんだろうそのボ,リューミーボリューミーでもいいんだけど長さは欲しいっていうねタイプなよねだからこの子がまあどうだろう身長とかはちょっと分かんないんだけど中の人のね。 そミルキーちゃんの中の人のあれは分かんないんだけどミルキーちゃんって名前言っちゃったなあの分かんないんだけどただその見た目の雰囲気写真とかで上がってる雰囲気がめちゃくちゃ好きで製品に刺さるんよねあのエロいなっていうのもそうなんだけど純,純粋に綺麗だなっていうのがあってで俺もよく Twitter で見かけたら「いいね」したりとかまあ,あと配信のアーカイブを見たりとかしてるんだけどあのなんかそれもあってまあ今日ちょっと。 そのファンアートを探そうかなと思ったんだけどいいファンアートがなかったんでこれまあサムネをちょっと切り抜いたやつを使ってるんだけど場合によってはねなんかそ雑談会とかの切り抜きを作ろうかなとさすがにエロはねあ,のあんまりエロいやつを俺がやっちゃうとそこでなんか警告食らったりするのもね人の,人のコンテンツで警告食らうのはそしたらそれ俺が警告食らったことによって本人にも迷惑をかける可能性もあるんでそれはちょっとなんか気が引けるんで。 あ,のあんまりエロくないやつでその切り抜きを作ろうかなって思ったりするぐらいあの性癖に刺さってますねあの、えー、と吸血ミルキーちゃんっていう名前なんだけど、えーとまあ、吸血って、まあ、血っていう字じゃなくて血は血,じゃな血じゃなくて穴っていう字書いて吸血って書くんだけどなんかそのロールプレイ的にはあの血が吸えなくなっちゃって代わりに違う液体を欲しがってるみたいな設定なんよね。 だからまあ旧世紀みたいな感じ、まあ、サキュバスとかのノリに近いのからでもやっぱりその見た目的には吸血鬼の特徴強くの,そのサキュバスって感じではないんよねサキュバスってやっぱモンスターのイメージインマっていうイメージでしょだからそういうイメージではないんだけどその吸血鬼のイメージを残しつつそのエロい方のイメージも強くしてる方っていう、まあ、ビジュアル的にもめちゃくちゃ良くて。その 超 3D だけじゃなくてその V としての AV チューバーとしてのそのビジュアル 2D ビジュアルも好きなんよめっちゃ、あのー、素敵でどっちもいいんよねだ,だからめちゃくちゃまあそれはこのサムネを見てもらえばわかるんだけどあのー、今だからその AV チューバーの中で前に紹介したそのロ,ロザリアちゃんもまあスタイル的にめちゃくちゃ好きだったんだけどあのこのミルキーちゃんもねめちゃくちゃ好きなんよねっていう感じですね。<laughs> なんかね俺前にその AVTuber の話を初めてこのラジオでした時に、まあ、その時のラジオ結構回ってるよね。でいまだにその AV スプラの件もあるんだけどあの AVTuber っていう単語でめちゃくちゃ検索されてるよねアナリティクスとか見たら。だからどうしてもね俺もちょいちょいこういう話を挟んでいきたいわけよ。もう俺の欲望で喋ってる部分もあるんだけどさっきも言ったけどね。だけど 正直需要もあるんかなと思うよ。わざわざ AVTuber で俺のチャンネルを検索してきてるやつが、あのー30、30%とかいるんで、だから、まあ、それだったら、まあ、そういう話をしていった方がいいのかなって思ったりするよね。まあ、ひなちゅんの話とか、切り抜きとかもそうなんだけど、だけじゃなくてね、いろいろやっていきたいなと思ってるんで。 そその辺を見見てててる人たちもまあよかったら見てくださいそして俺のチャンネルも登録してるその子ももちろん登録してほしいんだけど俺のことも登録してくれたら助、あのー、いい AVTuber を紹介することもあるかもしれないんで、あのー、ただの VTuber 評論家じゃなくてその紹介所でもあるし AVTuber 評論家でもあるっていう部分を見せるんでその健全も不健全もどっちも、あのー、紹介していくんでよかったら。 あのー、応援してくれたらというか見てもらったらありがたいです。サ、は、イ、い、ロスティアでした。バーイ。